1906レオランナバウトインに戦後やなせ自動車株式会社によるレオ自動車の広告1929年レオモーターカーカンパニーは米国ミシガン州ランシングで1905年に生産開始し1975年に事業を終了した米国の自動車及びトラック製造会社トラックプラットフォームを利用したバスも製作していたレオは ランサム・イ、e、ー・オールズが1904年8月に創業。オールズは株の52%を持ち、社長とゼネラルマネージャーを兼任した。部品供給を確実にするために、オールズはナショナルオイル・カンパニー、ミシガン・スクリュー・カンパニー、アトラス・ドロップ・フォージ・カンパニーなどの子会社群も形成した。会社名は大文字で、レオと綴られ、REO と読み。 最初の文字だけ大文字で、レオとも綴られ、この時は、レオと呼ばれた。会社の発行物でも、初期のものは、レオ、後期には、レオと使われた。レオスピードワゴン、レオスピードワゴン、1917年、レオスピードワゴン、レオが自動車を生産していたのは1905年から1936年。その中には有名なレオスピードワゴンがある。これは、ピックアップトラックの祖先にあたる。 レオ社の1917年の乗用車シリーズの一部1907年に、レオは3967台を販売し、米国の自動車販売の第3位に位置し、その売上は400万ベイドルを記録し4大自動車、製造会社の一角を占めていた。販売台数1位は、フォード14887台、2位はビュイック4641台で、 前年1906年のキャディラックとランブラーは順位を下げた。1904年にオールズが抜けたオールズモビルはカーブドラッシュのおかげで1903年から1905年まで1位だった。オールズのデザインする自動車は進歩していたにもかかわらず1908年以降レオのシェアは減り続ける。1九1年代はフォード、ウィリスオー、GM の河川化、 さらに1920年代には、フォードと GM が人気を得てに大会社となっていったことがその理由の一つだった。主もを吸収している。1910年にレオは新たにトラック製造部門を設けると同時にとカナダのオンタリオ州セント、キャサリンズに自動車工場を建設する。1915年にオールズは、信頼を置いていたリチャード・ H ・スコットに、ゼネラルマネージャー職を譲り、 さらに8年後、社長職も放棄し、名誉職である取締役会長のみとなった。レオの有名なエピソードとしては、1912年のカナダ横断が挙げられる。ノバスコッティア州ハリファックスからブリティッシュコロンビア州バンクーバーまでの4176マイルを、レオのスペシャルツーリングカーで、メカニック兼ドライバーのフォンス・ヴィン、ヘイニーとジャーナリストのトマス・ W ・ウィルビーが、 初のカナダ横断を遂げたことである。オールズは1903年のアメリカ初の横断ではスタートで遅れをとってしまっていた。1915年から1925年まではスコットの指揮下レオは収益黒字を維持していた。しかし1925年になるとスコットが野心的な拡張を計画する。それはより競争力ある会社となるため、タメーカーとは異なる。 価格帯で自動車を販売するというものだった。この計画は失敗し、さらに大恐慌が追い打ちをかけた。1930年代から1940年代にかけて、それまで増加一方だった米国自動車、生産台数が減少に転じ、1933年が最も減少した年となった。幅広い車種構成を維持していた GM やクライスラーは、 打撃が少なかったが、フォードでさえも以前の生産の半分となっていた。1933年には不況のピークとなり、減った市場の9割をビッグ3が確保してしまい、その他の会社は残りの1割を取り合うこととなった。引退していたオールズも1933年に復帰し、レオ経営に乗り出す。しかし1934年には辞任してしまった。 1936年レオは乗用車生産から撤退しトラックに集中することとなった。レオの記憶に残る乗用車は1927年に登場したレオフライングクラウドと1931年のレオロワイヤルエイトである。1920年代は小説の世界でスコット・フィッツジェラルドが世間を風靡した。自動車業界では1923年に ネットジョーダンがジョーダンプレイボーイ社の宣伝のキャッチコピー、ララミーの西のどこかでで休むことを知らない、失われた世代の自流を捉え、その後の広告業界の考え方を変えた男と呼ばれるようになる。フライングクラウドは同様のことをその社名で呼び起こした。フライングクラウドという社名は、それを聞いた人々にスピードと軽さを思い起こさせた。 それまでの車にはなかったもので、自動車業界が以降の社名の付け方を変える、その端緒となった画期的な社名だった。フォードがやっと T 型を終了する頃で次の車種は A 型だった時代である。スタイリングはファビオ・セガルディが手がけていた。絶対的な市場シェアの低さから1936年には、レオが乗用車生産から撤退し、フライングクラウドも終了した。 また、フライングクラウドは飛行機で有名となるロッキード兄弟の一人、マルコム・ロッキードが発明した内部拡張式ブレーキを装備した車だった。ロッキード式の初の使用は1921年のデューセンバーグ A 型。内部型のドラムブレーキの米国初は1902年にオールズ自身がビクトリアタイプのホースレスキャリッジですでに行っていた。これはスチールバンドで ドラムの外周を締め付ける外部収縮式だった。1931年のレオのロワイヤルはその流線型のデザインが米国市場で本格的に流行するきっかけとなっている。ロワイヤルは1935年まで製造された。スタンダードカタログオブアメリカンカーの編集長をしていたビバリー・カイムズがロワイヤルをレオの中でも一番ファビュラスと称賛した。これは マーレイが、コーチワークを行い、エンジンは 125HP 直列8気筒。スムーズなエンジンとするためクランクシャフトはベアリングが9個も、使用され、ダッシュボードからのスイッチ操作で必要な注油が、完了する、ワンショットイコールルブリケーションによる、保守性の良さ、温度調節付きラジエーター開閉機が装備されていた。シャーシのホイールベースは131インチと135インチの2種類だったが、 1932年のカスタムバージョンだけは152インチあった。ロワイヤルではセミオートマチックトランスミッションを搭載する試みも行った。第二次世界大戦のトラック需要により、ネオは生きながらえることができたが、戦後になると経営は再び不安定となる。1954年、会社はデトロイトのボーンアルミニウムブラスカンパニーに売却され、 1957年にはホワイトモーターの子会社となった。ホワイト社はその後、1967年にレオダイヤモンド T モーターと合併させダイヤモンドレオトラックインクとした。1975年にこの会社は経営破綻し解散した。一方、1930年に再編された会社の外枠は経営破綻後自動車製造を終了し、 幾度かの変遷をたどり、新グラフィ事業やプレハブ事業を行った。現在、さらに変身し、鉄鋼会社の入ア社となって続いている。バストロント交通局など、1971年にデビューしたアメリカのロックバンドレオスピードワゴンは、レオのレオスピードワゴンから名を得た。このバンドの名は、日本の漫画、ジョジョの奇妙な冒険の、 キャラクターロバート EO スピードワゴンの名の由来となる。さらにそのキャラクターの名前を自らの名としたのが日本のお笑いコンビスピードワゴンだった。100 years of the automobile in america オータマバイブニュース1998ありがとうございます。